自動車の電子式、タコメーターエンジンの回転数を0から 8000R、ミニッツまで計測できる。7000R、ミニッツ以上のメモリは赤くなっており、赤回転域であることが示されている。ハム用測定器としてのタコメーター回転手軸に反射シールを貼って計測する。表示は、デジタルタコメーターは、機器において、軸の回転数を指示する契機、測定器であり、 回転系の一種。タコメーターは、アメリカ英語、タコメーターの日本語表記。タチョとは速度を意味するギリシア語、タウカイに由来する。エンジン、電動機、発電機などの軸回転が重要な意味を持つ機器に装備され、操作者が現在の回転数を把握するのに用いられる。また、タコメーターを備えない機器の回転数を測定するための汎用測定器としてのタコメーターが、 ある。しばしばタコグラフがタコメーターと混同、故障される。以下、自動車、オートバイのタコメーターを中心に記述する。エンジンにとって回転数は運転状況を左右する重要な要素である。回転数の変化によってエンジンのパワー、トルク、レスポンス等の特性は大きく変化してしまう。一般的にエンジンの出力効率が良好なのは パワーバンドと言われる回転数領域に限られ、この領域から外れた運転では十分な出力が得られなかったり、最悪の場合はエンジンが破損する場合もある。一方で自動車およびオートバイなどの車軸を回転させて駆動力とする乗り物では、ゼロから毎分数千回転までと車軸の回転数が大きく変化する特徴がある。これをカバーするためにほとんどの自動車、 オートバイではエンジンの出力軸と車軸の回転比を変化させる変速装置を備えるが、それでも出力、速度を細かく制御するためにはエンジン回転数を制御する必要がある。タコメーターはエンジンを効率よく運転し、出力を極限まで引き出したり、燃料消費率を低く抑えたりするにあたって重要な情報であるエンジン回転数を ドライバーやライダーに提供するためのケーキである。ケーキとしての単位は rpm、または r、ミニッツであるが、そのままの表記の場合、桁数が大きくなりすぎし認性に劣るため、多くのタコメーターは100や1000のように桁を省略し、文字盤には1桁、もしくは2桁しか記載しない場合が多い。タコメーターの中には、 あらかじめ任意に設定した回転数やメーター規定の回転数に達すると、ワーニングランプが点灯、点滅するものやブザーが水明するものもあり、シフトチェンジの合図、加回転警告などに使用される。また、最高回転数を記録するスパイバリが装備されているものもある。自動車の創生機においては、計器はほとんど装備されず、ドライバーの五感からの情報に頼った運転が、 されていた。エンジン回転数はエンジンオン、振動の大きさの変化から判断されていた。最初にタコメーターを装備した人物は1911年、フランスのコッタンデ・エグードである。このタコメーターは、時計式と呼ばれるもので、ケーキに機械式時計を内蔵しており、ワイヤーによってエンジン回転を引き込み、一定時間に何回転したかをカウントして、 メーター針を動かす方式である。時計式タコメーターは原理上正確であり、現在でも汎用測定器のタコメーターなどでは使用されている方式であるが、時計機構を内蔵することから非常に成功なものとなり、路面やエンジンからなどの振動の環境が厳しい自動車の計器としては不向きな面もあった。また、機械式時計を使用することからメーターの動きは 断続的になり、針が動く感覚は0.5秒から1秒程度が限界であった。さらに、成功ゆえに非常に高価な装備とされた。ほぼ同時期にスピードメーターとして遠心力式が採用される。スピードメーターとタコメーターは測定する対象が非常によく似ていることからタコメーターにも同様の方式が導入された。遠心力式タコメーターは遠心力の大きさが 回転数の事情に比例することを利用した方式である。メーターに伸縮式の回転板を内蔵し、ワイヤーで回転させると回転数に比例して、遠心力により回転ぶりが縮まる。回転ぶりの長さを測るアームとメーターの針を連動させることにより、針を動かす。遠心力式は構造が単純で、 時計式と比べると非常に安価であり、さらに実用上十分な精度を発揮した。そのため、乗用車向けには、これが主流となる。1950年代になると、磁気式タコメーターが開発される。磁気式タコメーターは磁石をワイヤーによって回転させ、向かい合った金属板を誘導して針を動かす方式である。回転する磁石で電流を発生する原理から、風光式とも呼ばれる。 磁気式タコメーターは、遠心力式に比べて、耐久性に優れ、現在でもオートバイのタコメーターなどに採用されている。1970年代に入ると回転数を、センサによって、パルスカウントする、あるいは点火のためイグニッションコイルに因果される、パルス電圧を読み取ってカウントし、カウント量を電圧量に変換して、電圧計を動かす、電気式タコメーターが開発される。 1970年代のオイルショックによって自動車は燃費の低減が最重要課題とされた。燃費を抑えるためにエンジンは燃焼効率の最適化制御が求められることとなる。メーカーの多くはこれを燃料供給と点火の電子制御によって実現したが最適な燃料供給を行うためにはエンジンの正確な回転数を計測する必要があり、そのために エンジンの回転を計測するセンサーが設けられた。本来はエンジン制御のための回転センサーではあったが、これを利用することで電気式タコメーターは結果的に安価に装備することが可能となった。1980年代にはセンサー部分は電気式と同じ構造であるが、メーター部分をデジタル表示とするデジタルタコメーターが登場する。 デジタルタコメーターは一時期流行したが、後述するような理由により現在は、針式が主流となっている。現在使用されているタコメーターは、大きく分けて、機械式と電気式に分類される。両者の大きな違いは、エンジンの回転を機械的式に読み取るか、電気的に読み取るかである。また、スピードメーターを代用するものもある。機械式タコメーターは、 エンジンのカムシャフト回転をはぐるまで取り出し、ワイヤーを用いてメーターまで回転を伝達する方式である。カムシャフトの回転は非常に高速なため、そのまま伝達するとワイヤーの寿命が非常に短くなるため、取り出し段階でギアを用いて減速される。アフターパーツなどの後付けタコメーターでは減速ギア比が規格化されており、減速比を数段階から選択できるようになっている。 メーター本体は安価なものは磁気式、精度が要求される。高価なものはワイヤ回転を回転センサでパルスカウントする電子式が使用される。なお、2ストローク機関などカムシャフトが存在しない、エンジンなどではクランクシャフトから直接回転を取り出すものもあったが、現在、このような場合は電気式を採用するためほとんど見られなくなった。電気式タコメーターは、 イグニッションコイルへのインカ電圧を電気的にカウントし回転数として表示する方式であり機械式のようにエンジン本体側に大掛かりな仕掛けが必要ないため後付けタコメーターによく使用される通常カウントには高電圧かつ波形の崩れが大きいイグニッションコイルの二次側ではなく一次側の電圧が使用されエンジンの気筒数によって カウントと回転数の対応が変化するため、後付け用のタコメーターには、気筒数選択用のスイッチが備えられている。メーター本体には点火パルスをカウントする、電子回路が内蔵される。同じく電気式タコメーターとして、エキから回転数を得て指示する方式がある。エキは、エンジン制御のために、クランク角センサからの信号を元に回転数を計測しており、 この計測結果を電流量、あるいは電圧量に変換して、タコメーターに供給し、タコメーターを作動させる。メーター本体は単なる電流計、あるいは電圧計である。現在では、ほとんどの自動車は電子制御エンジンを採用しているため、純正タコメーターにはこの方式が採用される。また、駅で計測されたエンジン回転数はデジタル量であるため、 デジタルデータを出力することが容易であり、デジタルタコメーターに向いている。デジタル式のタコメーター 100R、ミニッツごとに一つのメモリが点滅することで、回転数がバーグラフ式に0から 7500R、ミニッツまで表示される。また、メモリの幅と長さを回転数が高くなるに従って小さくすることで、低回転域での視認性を確保している。 デジタルタコメーターはタコメーターの表示部分によるバリエーションの一つである。メーターのデジタル化は1970年代にスピードメーターをはじめとするほとんどの契機で始まったが、スピードメーターなどで採用されたセグメント表示器を使用した数値表示方式はタコメーターには向いていなかった。バーがこうを描くように配置された回転計は短時間に大きく数値が変化するために、 読み取りが困難で、また、回転数は上昇中であるのか、加工中であるのかといった情報が、ドライバーには重要であるが、その判定が困難であったためである。このため、デジタルタコメーターは発光ダイオードをバー上、あるいはグラフ上に並べて順番に点灯させ、バーが伸び縮みして表示される、バーグラフ式が採用された。バーグラフ式は後に、 表示デバイスを液晶として一部車種に採用された。しかし、バーグラフ式では良好な視認性を確保するのに、比較的大きなメーター面積が必要なこと、視認性では、針式よりも勝る部分はなかったこと、そして、何よりも、目新しさ以外の実用上のメリットがなかったことから、主流にはならなかった。2013年現在、 古城のデジタルメーターを採用している車種はなくなったが、タコメーターを深円、または楕円にしたデジタルメーターを採用した車種は存在している。レーシングカーでは薄く軽量で、機械的可動部を持たない点がメリットとなり、回転数の値によって表示レンジを可変として、ドライバーが回転数をより正確に把握できるようにした、可変式のデジタルタコメーターが開発され、 各種レーシングカーに採用されている。電気式タコメーターは、パルスカウント式、エキュ信号式のいずれの場合もメーター本体は、電圧系、または電流系が使用されてきたが、これらのメーターは、電磁誘導による力とリターンスプリングの力をバランスさせることで指示を行う。したがって、これら2種類以外の外力が加わった場合、力のバランスが崩れ、指示位置が狂う。 針が振動して読み取りが困難になるなどの問題が存在した。この問題はレースなどの過酷な使用環境で深刻であり、これの解決のために1990年前後からステッピングモーターを使用した針式のタコメーターが登場している。リターンスプリングや指針の微振動を抑えるダンピング機構を持たないため指針のオーバーシュートやアンダーシュートが 原理的に生じない。指針の移動中であっても極めて正確に回転数を示し続けることができる。ステッピングモーターは軸の位置を電磁力で常に保持するもので、モーター回転子の質量に比べ指針の質量が十分小さいため、外部からの振動や遠心力では針の位置は狂わない。一方でステッピングモーターを作動させるには駆動電源として、 電圧等のアナログ量ではなく、位相が異なる複数の駆動パルスを与える必要があり、駆動パルスを生成するためのデジタル回路による制御が必須となる。しかし、電子回路による制御は高速化が容易なため、電圧系、電流系方式と比較しても、はるかに高速でメーターを作動させることが可能である。指示が正確で、かつ高速に動作する、ステッピングモーター方式は、 従来の電子式と比較しすべての性能において勝っているが、反面、モーター本体、制御用の電子回路を含め、構成部品にコストがかかり、登場当時は非常に高価な機器となった。その後、一般家電にステッピングモーターが広く普及し、部品が安価に供給可能となったため、一般のアフターマーケット向けのタコメーターも販売されている。電子回路を内蔵しており、 エンジンの回転数検出には電気式タコメーターと同じく点火パルスを用いる。起動数選択スイッチを持つことも電気式タコメーターと同様である。なお、ステッピングモーター式のメーターは針を制御回路によって自由に動かすことができる。これを利用し実用目的以外のギミック的な要素を入れることが容易であり、一般向けのタコメーターでは起動時に一旦針が フルスケールまで振り切ってから01まで戻る機能、またはクラシックカー時代の時計式タコメーターの動きを模して、針の移動を1秒程度の間隔で、完結的に行う機能などが見られる。手動変速の車の変速ギアごとのレブリミットが、スピードメーターの文字盤に刻まれているものがある。正確な回転数は読み取れないが、オーバーレブを防止するための計測器として役立つ。 速度とエンジン回転数は、性ピレするためこの方法が成り立つが、停車時のエンジン回転数の計測はできない。1960年代頃までは、高価なオプション、あるいは競技用、スポーツ走行用の契機とされていたタコメーターでは、あるが、電気式タコメーターと、電子部品の低価格化によって安価に提供できること、メーターデザイン上の見栄えの向上。 もしくはステータス性の向上の効果があることなどから様々な価格帯の車両にも搭載されるようになった。現代ではリムジンやショーファードリブン以外では当たり前の装備となり運転を楽しむ方向性を持つドライバーにとってもぜひとも欲しい装備となっている。フルビーセグメント以下でなおかつ非スポーツ系の実用型小型ハッチバック及び小型実用セダンにも スポーツ系以外のグレードにも装備するようになった。しかし、これとは、正反対に三菱、ランサーセダンや、トヨタカローラアクショカローラフィールダーの、核ガソリン車、2000年代後半以降の、ダイハツミラシリーズのようにマイナーチェンジや一部改良、仕様変更などにおいて全車、もしくは鈴木 MR ワゴン、日産、モコ、トヨタパッソ、ダイハツブーン、トヨタライトエース。 タウンエーストラック、トヨタカムリ、ダイハツアルティス、トヨタポルテ、ホンダーコード、マツダキャロルなどのように、フルモデルチェンジなどにおいて、全車、タコメーターがそれぞれ廃止される場合もある。しかし、実用性を重視するドライバーにとっては視認性の、しやすさを前提とし、アナログ式やデジタル式に関係なく、スピードメーターの盤面のサイズをより大型化し、他は、 水温計などの張り式の計機を極力排除することが、このまで、それまで、全グレード標準装備であったタコメーターを一部のグレードを除き、フルモデルチェンジで省略した、軽自動車や軽自動車以外のコンパクトカーも存在する。また、一部の商用車などのコスト優先の車両の、場合にはまず先行的に省略される装備でもあるが、ホンダは、 商用車でもタコメーターを標準装備とし、トヨタや日産も一部のカーゴ型商用車でもそれぞれタコメーターを標準装備としているほか、さらにホンダのハイトワゴン型系ボンネット版である N、VAN も全車にタコメーターが標準装備としている。つまり、タコメーターは法律上必要な装備ではなく、タコメーターを排除したり、故障により動作しない状態であっても、 整備不良となることはなく、車検にも影響はない。これらタコメーターのない車を自動車を趣味とする者が使用するときのオプショナルパーツとして、後付けタコメーターもカー用品店で販売されている。また近年では一部の後付けタコメーターに限り配線をほとんど加工することなく、故障診断コネクターにカプラー音で取り付けできる製品も登場している。一方で、 回転パルスが微弱で検知できないなどの理由からタコメーターが装着不可能とされている車種も存在する。拡大表示されたタコメーターエンジン回転数が上昇すると作動し、ステアリングアツラのランプが点灯する。近年の F1 のエンジンは回転数が19000から 2000rpm 20, に瞬時に達するため拡大表示が用いられる。 マニュアルトランスミッション前世の当時ではギアチェンジのタイミングを測るのに有効な契機であったが当時から乗用車の日常使用レベルで必須とされていたわけではなくスピードメーターの文字盤に各ギアのレンジを表記することでタコメーターの代用とすることも多かった必須とされたのは競技などのスポーツ目的での運転であり特にレーシングカーではドライバーがスピードを知る意味は あまりなく、当初よりタコメーターのみを装備していた。これは現在でも同様である。レーシングカーに針式のタコメーターを装備する場合、パワーバンドの領域が最も見やすい真上に来るように、表示面を故意に傾けて装備する場合がある。これを模して、乗用車やオートバイの装備でもタコメーターを傾ける、ドレスアップがある。競技車両用の中には、 文字盤のメモリにパワーバンド以下を省略したものがある。これは、限りある指針の指示角度をパワーバンド中心に展開したものであり、拡大表示と呼ばれる。この場合、エンジン回転数がパワーバンドに達するまでは、計機として作動しない。法的な規制がないことから競技用のタコメーターを行動で使用しても問題がないため、レーサーレプリカである。 鈴木 RG250 ガンマには 3000rpm 以下では動作しないタコメーターが演出として装備されていた。コンパクトカーや軽自動車はエンジンのパワーが基本的に比力であるため高速道路走行などでは高回転域を多用しがちである。そのような場合、エンジンの回転数を上げすぎないための指標としての存在意義がある。また、 自動変速機の段数が十分ではなく、変速比の段間差が大きいため、高速走行にて、シフトダウンする際にエンジンを可回転させない指標にもなる。CVT でない自動変速機で意図的に手動にて、シフトアップする場合も価値がある。運転を楽しむためのスポーツ系に分類される乗用車では、手動変速機や手動モード付き自動変速機が多く、 変速タイミングの指標ともなる。通常の行動での走行ではエンジンからの音に変速のタイミングを頼る人が多いが、近年ではエンジンが静音系に改良されているので、車内でオーディオを聞きながら運転している時には便利である。トラックのタコメーター経済走行を心がけるドライバーが不必要にエンジンを高回転させて燃料を浪費したりしないための指標として使うことも、 ある。また、旧式車両において燃費を向上させるテクニックの手助けとなる契機として使用される。現在では駅によって統合的に管理されているため、ドライバーはあまり意識をする必要はなくなった。また近年は燃費特性の良い回転領域を保てるように、センターパネルの液晶に具体的なアドバイスを表示する車両もある。バスやトラックなどの ディーゼルエンジンを持つ商用の大型自動車の文字盤にはトルクバンドが緑色で示されていることがある。最大トルク発生回転数が最大燃費効率回転数と一致することから省燃費運転の指標とされる。この範囲より回転数が高くなったりレッドゾーンに達した場合、警告音やランプの点灯を行って運転者に知らせる機能を持つ製品もある。 この警告機能はデジタルタコグラフと連動させているものも存在する。タコメーターの文字盤にはエンジンの可回転域を赤色で示してある場合が多く、この領域をレッドゾーンという。レッドゾーンを指し示す状態でエンジンを回転させ、続けるとエンジン内部の部品に過大な負荷をかけ、最悪の場合はエンジンブローに至る。具体的にはオーバーヒートの熱変形による ヘッドガスケットの吹き抜けや油膜切れ、ピストンの焼き付き、かじり、軸受けを含む各修道部の抱き付き、切損したコンロットによるシリンダーブロックの破壊などが起こる。エキュによる電子制御エンジンなど、加回転によるエンジンの損傷を防ぐために、レブリミッターと呼ばれる加回転抑制のための機能が備わっている場合があるが、レブリミッターが作動する回転数は車種によって異なり、 レッドゾーンに突入する回転数が、レブリミッターの作動回転数と一致しているとも、限らない。なお、一部の自動車やオートバイでは、タコメーターを持たない代わりに、スピードメーターに、トランスミッションの、各、ギアごとの守備範囲が示されているものがある。シフトアップをしないままこの許容速度を超える速度に、達すると、オーバーレブの危険性があることを、タコメーターを用いることなく、 ドライバーに示す工夫とも言える。エンジン回転数と各ギアにおける駆動軸の回転数の関係は変わらないため、タイヤの外形が変わっても、この表示は有効である。青木進む、友田382、最新電力機器電気計機ケーキ収む教者書院、1938年。ありがとうございます。